剤の処方箋を持ってきた。おや、これは珍しいお客さんですね。ナナをお探しなら今ちょうど薬草を取りに行っています。それと縁石さん、あなたが来るなんてもっと珍しい。何か起きましたか？まさかまた無知な輩が店の薬に効果がないなんてことを吹聴しているのでしょうか？いや、今日は白術さんに聞きたいことがあるんだ。水角石について知ってるか？水角石、確か七蔵三景の第六中にそのような鉱石のことが載っていましたね。七蔵三景によればその鉱石は山中の玉髄に付属し、常人が触れると災いが起きるとか。元素力を豊富に蓄えていて、神の目を持たない人が長時間触れると体に影響を及ぼすらしいです。体調不良になったり、ひどい時は重い病気にかかったり、性格が歪んだりするとか。用事がなければ仏殿には登らないというほどです。縁石さんがわざわざこのことを聞きに来たということは、私に水角石の医学的特徴に関する証明を提示してほしいということですね。その通り。白術さん、お願いできる？書類くらい簡単なことですよ。しかし、あなたたち以外にもあるスネージナヤの商人から水角石について聞かれました。私の返事を聞くや否やがっかりしていましたが、縁石さんが今していること、そのスネージナヤの商人と関係があるのでしょうか？このことについてこれ以上白術さんには面倒をかけられない。書類のことはありがとう。またの機会に礼をさせてほしい。どういたしまして。気をつけてお帰りください。あの白術って人、前と同じで変な感じだったな。なんか何かを探ってるような話し方だ。おいらの勘違いかな。白術さんはいつもそうなんだ。証拠も集まったし、そろそろクロッサルさんのところへ向かおう。気をつけてお帰りください。